皆さんこんにちは。元アイドル歌手で元大関若嶋津睦男さんの妻として相撲部屋の女将も務めていた高田瑞恵さん。今回は高田瑞恵さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。高田瑞恵さんは1960年6月23日生まれ、鹿児島県南九州市の出身です。幼少期から歌がうまく、地元ののど自慢大会で南国情話を歌い優勝を経験したことがあり、周囲の勧めで歌手を目指すようになりました。1976年にフジテレビのオーディション番組君こそスターだに出場し、第18代グランドチャンピオンとなり、当時16歳だった1977年にガラス坂でアイドル歌手デビューを果たしました。デビュー年には数々の音楽賞で新人賞を受賞し、デビュー後は順調に人気アイドルの道を駆け上がり、同年第28回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。その後もシングル「潮騒のメロディー」がロングヒットし、「真夜中のギター」「そんなひろしに騙されて」などの曲をヒットさせてアイドル歌手として人気を集めました。歌手活動の傍らタレントとしても活躍し、コント番組「8時だよ全員集合」や「ドリフ大爆笑などにゲスト出演してコントを披露し、お茶の間の人気者にもなります。その一方で私生活では、1985年2月に同じく鹿児島県出身の大相撲力士で当時大関だった若嶋津睦男さんと結婚し、結婚を機に芸能界を引退しました。引退後は鹿児島県に郷里を持つ二所ノ関部屋の二所ノ関親方となりました。現役時代の親方は日高睦男、若嶋津睦男、若嶋津睦男と四股名を変えており、絶大な人気と実力を誇った力士であったことから、いまだ若嶋津または若嶋津のイメージが強い人もいることでしょう。8年間の芸能生活で NHK 紅白歌合戦に7回出場している高田瑞恵さんですが、前年の1984年の NHK 紅白歌合戦では司会の森光子さんが、今年の紅白は忘れられない舞台になるでしょうと紹介しました。高田瑞恵さんは歌の途中で感極まって涙声になり、視聴者は何事かといぶかりますが、マスコミはこれを見て結婚発表が近いと確信したのだそうです。初めて2人が出会ったのは1981年のスポーツ紙の対談でした。同郷ということもあり意気投合したようです。高田瑞恵さんが25歳、親方が28歳の時に結婚しました。結婚式はテレビで放送され、視聴率 30% 超えを記録しました。結婚後は相撲力士である夫のサポートに回っていた高田瑞恵さん。夫が1987年7月場所をもって現役引退した後は、松ヶ根部屋の女将として精力的に相撲界を支えていました。相撲部屋の女将さんとして徹底してきたのは弟子ファーストだそうです。自分がされて嬉しいことを自分が弟子たちにするという考え方で、クリスマスには一人一人にプレゼントを選び、メッセージカードも書いていたのだそう。相撲のことは全く知らなかった高田瑞恵さんですが、おかみさんが目立ってはいけないと思い、裏方に徹して親方や弟子たちをサポートしてきたそうです。おかみさんとしての評判は上々で、悪い評価は一切なく、各界一のおかみさんと評する相撲ライターもいるほどです。気立てが良くて真の通った鹿児島の女性のことを薩摩おごじょというそうですが、まさにそういう感じだったのでしょう。高田瑞恵さんのお子さんは何人いらっしゃるのでしょうか。調べてみたところ、息子さんと娘さんが一人ずついらっしゃるということが分かりました。高田瑞恵さんのお子さんのお名前は公表されているのでしょうか。調べてみると、長男が勝信さん、1986年生まれの37歳の年、長女が愛理さん、1989年生まれ34歳の年のお子さんがいらっしゃいます。高田瑞恵さんはお若いイメージがあるので、こんな大きなお子さんがいらっしゃるのはちょっとびっくりしてしまいます。長男の勝信さんはかつて俳優やタレントとして活動していました。勝信さんは高校卒業後にイギリスへ留学しています。帰国するとテイクオフに所属し、芸能活動を始めました。デビュー作は2011年のテレビドラマ「幸せになろうよ」で、香取慎吾さん演じる結婚アドバイザー高倉純平の後輩である板倉慎二を演じました。
その後も花若の四姉妹、彼岸島などのドラマ、武蔵野線の姉妹、タイガーマスクなどの映画にも出演し、少しずつファンを増やしていきました。イケメンと人気になった勝信さんですが、その活動はあまり長く続きませんでした。2014年のドラマや舞台への出演を終えると芸能界からの引退を発表します。その後、タブレットによる小学生向け通信教育サービス、リス算数などで有名なリスジャパンで勤務しています。2023年現在の勝信さんは営業・マーケティングチームのリーダーを務めており、販売全般のマネジメントと担当しているそうです。芸能界とは関係のない仕事のようですが、以前から教育に深い関心を持っていたのかもしれません。子供たちの未来に関わる仕事なので、高田瑞江さんも応援してくれているのではないでしょうか。勝信さんは2019年に結婚しています。一般人になってからの結婚なのでニュースにはなりませんでしたが、妹の愛理さんがツイッターに結婚式の写真を投稿していました。結婚式で勝信さんは、家族4人でここにいられることが幸せと語っていたそうです。実は2017年に怪我で入院しており、一時は意識不明の重体になっていました。ですが若島津睦男さんは奇跡的に回復し、結婚式にしっかりと参加しています。苦しい時期を乗り越えて家族全員が揃ったことで、勝信さんは幸せをかみしめていたと思われます。まだ子供が生まれたという情報はないようですが、これからも家族全員で幸せな生活を送ってほしいものです。長女の愛理さんは女優やモデルも務めるタレントさんであるということが分かりました。舞台女優などを主にされているようです。ところで高田瑞江さんの息子さんである勝信さんが事故を起こしたという噂があったので調べてみました。調べてみたところ、若島津睦男さんが事故に遭ったようで、息子さんが事故をしたというふうに勘違いした方がいらっしゃったようです。さて、若島津睦男さんの現在について気になったので調べてみました。2017年、二所ノ関親方をアクシデントが襲いました。10月19日、二所ノ関部屋のある千葉・船橋市の路上で自転車に乗ったまま転倒し、頭部を強打しました。泥だらけで倒れているところを通行人に発見されました。直前にサウナを利用していたことからヒートショックが疑われ、直ちに搬送されて数時間に及ぶ開頭手術が行われています。生活習慣病のリスクが高いメタボ体型が多い親方衆の中で、二所ノ関親方はスタイルも良く健康にも留意していたとあって、各界に走った衝撃は大きかったようです。 ICU で眠る親方の傍らには妻の高田瑞江さんが片時も離れずに寄り添っていたとのことです。一時は意識不明の重体になり、脳へのダメージが懸念され介護が必要になるかと心配されましたが、懸命のリハビリの結果徐々に回復していきました。翌年の夏には公の場に元気な姿を見せています。2020年2月には娘の愛理さんが二所ノ関部屋の祝賀会の動画を公開しました。夫妻が歌声を披露している姿を確認できます。愛理さんは両親の近況をたびたび SNS にもアップしています。動画を見る限りは順調な回復ぶりがうかがえる親方ですが、体重が減って痩せたせいか実年齢より少し老けて見えるのが正直な感想です。いかがだったでしょうか。今回は高田瑞江さんの私生活を中心に深掘りしてきました。高田瑞江さんはとても人気がある方だっただけに、結婚と同時に女将として芸能界引退をされたことに驚いた方もたくさんいたようです。ある意味スパッと芸能界を引退するあたり決断力があり潔さを感じます。現在は時々テレビに出る機会もあるようですが、やはり芸能界に完全に戻る予定はないようです。息子の勝信さんも活動をされていたようですが、現在は引退されています。娘の愛理さんが芸能活動をされているので、愛理さんを起点としてテレビ出演などが若干見られるかもしれません。高田瑞江さんを検索すると2016年に二所ノ関親方と離婚したというようなキーワードが浮上します。しかし離婚なんて真っ赤な嘘で、頭部の手術を終えた二所ノ関親方を支えているのは紛れもなく世界でただ一人の高田瑞江さんでしたので、離婚という噂はデマです。これからも高田瑞江さんの動向に注目していきたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。